UDN スタイルをご覧の皆さん、どうも渡辺直美です。吃货渡边直美来台开店小笼包上身。かわいいかわいい、すごくかわいい。荷包蛋看起来好好吃。台日混血当红谐星渡边直美来台开设自创品牌快闪店。今回念願の台湾でのポップアップも世界で初です。日本でずっとやる予定だったんですけども、海外にプニューズも発展していこうということで、1店舗目はもう絶対台湾がいいと思って、今回念願の台湾でのポップアップが決まりました。9月30日までです。皆さんぜひともお越しください。ナオミちゃん为了台湾店还特地设计小笼包 T 恤啊，怎么不是他最爱的卤肉饭。ルーローハンの美味しいお店のルーローハンの絵を描いたらあんまり可愛くなかったので、小籠包の方が可愛いかなと思って小籠包になりました。他设计的衣服讲求时尚跟舒适度。タランワンピース、これねすごい楽ですよ。今ちょっとショート丈のね T シャツが流行ってるんですけども、あんまりお腹出したくないっていう人もいると思うので、もうスカートとくっつけちゃいました。でこうショート丈 で丈もちょうどいい、そこまで足が見えないような丈になってて、すごい楽ちんに着こなせます。暑い台湾でも乗り切れるような商品になってます。結構この洋服を皆さん買ってくださってて嬉しかったです。こちらスカートもありますんで、セットアップで着るのも可愛いと思います。棉花糖女孩不怕找不到尺寸，可以尽情挑选喜欢的衣服，是她创立品牌宗旨，也是有遇到困难的。プニューズの一緒に、作ってるチームが全員ガリガリなんで、太ってる人の気持ちを何回も言ってて、いやこれはきつい、これはきついって言っても伝わらないことですね。アドバイスは自分の着たい服を着るっていうのが一番ですね。周りの目を気にして、これ履いたら嫌われるかな、これやったらなんか目立つかなじゃなくて、自分のことを好いてもらいたいなと思うので、今の自分にしか着こなせない自分の好きなものをいっぱい着てほしいなと思う。そしたらテンション上がると思うので。